今日はですね、僕が定期的にやっている、ダンサーとミュージシャンの、セッションの練習風景をちょっと動画に残しているので、そちらを見ていただこうかと思います。何年か前に、ダンサーとミュージシャンのイベントを僕ちょっと主催してたことがありまして、そちらの縁で今もつながっているミュージシャンと、今定期的に僕が管理してるスタジオでダンスの練習会っていうのをやってるんですけど、そこに集まってくれてるメンバーを中心に、そのミュージシャンとダンサーで今練習会を定期的にちょっとやってます。セッションっていう形で、本当はイベントを打ちたかったんですけど、ちょっとコロナの影響とかでイベントっていう形には今はしてなくて、練習会みたいな形で打ってるんですけど、ダンサーとミュージシャンっていうのが、僕個人的にはどちらとも関わる機会が多くて、どちらの職業の人もすごく大好きなんですが、なんかこうダンスの現場にいてるとミュージシャンの人とあんまり関わることっていうのはないし、ミュージシャンの人と一緒に喋っててもダンサーの人とあんまり関わることはないっていう風によく聞くので、なんかそこを掛け合わせれたらいいなと思って、その時はイベントを主催してました。そのイベント自体はショーケースですね、ダンサーに音源をもらって、それをミュージシャンに、譜面を起こしてもらって演奏してもらって、その前でダンサーに踊ってもらうっていうショーケースの部分と、ミュージシャンの人に自由に演奏してもらって、ダンサーもそれに合わせて自由に踊るっていうセッションの部分をやってたんですけど、そこの、今はセッションの部分だけの練習会みたいな形でやってます。なので自由に叩いて、自由に弾いて、自由にダンサーは踊るみたいな感じで今やってるのがすごく楽しくて、それを、定期的にやってて、ちょっとずつ、広げていけたらなと思ってます。ただの記録動画みたいな感じにはなるんですが、その動画と、ちょっとだけ映像を軽く撮ったやつを編集した程度にはなるんですけど、その動画をちょっと見ていただきたいなと思います。それではどうぞ。
でしょうか。まあちょっとした記録用動画みたいな感じではあるんですけど、だから定点で撮ってるのがほとんどで、まあ、ダンサーの中に僕も含めてそのビデオグラファーとして活動している子もいるので、その子にもちょっと手伝って撮影してもらってなんですけど、まあ基本はやっぱ踊る方がメインなので、ちょっと映像としてはまあ荒い映像ではあるんですが、こんな感じのことを定期的にしてます。で、このコミュニティもそうだし、僕がやってるバンドがグラフィズっていうバンドであり、総合エンタメクリエイティブチームっていうのもやってるんですけど、こういうのも、後々には一つのコミュニティとしてなんか機能するように少しずつ動いていけたらなっていうふうに思っております。まだまだ僕自身が、まあ、エンターテインメントのこともそうだし、こういう映像のこともこういう YouTube とか特に、手探りでやってるので、どうやってやったらいいんだろうっていう風に探り探りやってるんですが、一生懸命頑張りますので応援していただけると嬉しいです。今までこうやって喋って動画を出すっていうのをほとんどしてなかったんですけど、まあ、どういうことをしてるかっていうのを伝えるのはこれが一番早いかなって思うので、まあ、こういうこともちょっとずつ織り交ぜながら映像作品をちょっとずつ出していけたらいいなっていうふうに思ってます。今後ともよろしくお願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。